伊豆市では交通違反や事故を繰り返したとして30代の男性職員が懲戒処分を受けました伊豆市によりますと産業部の30代の男性職員はおととし8月から去年11月までの間に公用車を運転中にスピード違反や接触事故を起こすなど3回にわたって違反や事故を繰り返したとして今年4月に訓告の処分を受けました しかし、男性職員は今月7日、公用車を運転中に道路標識の確認を怠り、右折禁止の違反をしたことから、伊豆市は公務員としての自覚を著しく欠くとして、機能付けで開国の懲戒処分とし、この職員の公用車の運転を当面の間、禁止しました。